戻ってんの？はい。どうも、広報の細田でございます。緊急的に動画を回しております。皆様、昨日の生配信ライブに来ていただいた方、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。今日動画を回したのは、緊急的に回してるんですが、罰が悪いな、今始まったら上がってくるか。いやね、どうしようかな。社長、ピンク色全然似合わないですね。社長の目の前にこんな可愛らしいの全然似合わないですね。うん、そうですか。サクッと話しちゃう。はい。今日ある事件が起きました。まあ、事件中か、はい、事件っていうほどでもないんだけど、ある出来事がありまして、でそれをちょっと動画にしてもいいかなって思って、今部長と話して、まあそう、もうそれだったら社長の言いたいことあるんだったらいいんじゃないってことで喋ってます。で、何かというと、まあ簡単にことを説明すると、ある僕の知り合いの方から紹介で板金塗装の修理をしてもらえませんかっていう依頼が来たと。はい。でその依頼主は車屋さんでもあると。でその車屋さんから、まあ修理をお願いしますと、 YouTube を見てますということで、いいですよということで、じゃあ一回来てくださいと、で車持ってきてくださいということで持ってきてもらったんですけど、まあもう車種とか車屋さんの名前はもう今回は伏せます。そういうさらすとかそういうことはあんま好きじゃないんで、ただあまりにも同じことを言わせるようだったら名前言っちゃうよっていうところありますね。でそれ何なんっていうと、はい、まあ、簡単に話すと、事の経緯としては、まあ、その車が車両保険、いわゆる保険の仕事だった。車両保険、はい、はい、で話が入ってきて、はい、まあ、そうなんですかって話してて、まあ、うちとしては車両保険であろうが実費であろうがやりますよってことで、来ていただいたんですが、そこからちょっとうんって首をかしげるような話がじゃんじゃが起きてきて、でそれ何なんていうと、まず保険会社さんとはもうすでに協定って修理金額がもう止血されてると、もう決まってると、修理金額が、あ、車屋さんがもうしてる、そう、車屋さんがもう保険屋さんと話をまとめてると、修理費の金額を、はい、うん、でまあそれは別にあるっちゃある話なんで、はい、まあ、僕らはしないですよね、修理した上で、うん、修理が全部終わった上で、例えばヘッドライト外してみたらヘッドライトの裏が割れてたなんてことがよくあるんで、基本的に修理する前に協定っていうその金額を決めるとかあまりやらないんですが、うん、後でイレギュラー出るんでね、はい、ただまあそれが全部決まってると。でその金額がまあ仮に分かりやすく言うと120万で協定金額決まってると、はい、で細田さんのところだったら BIC さんだったらいくらでこの修理ができますかっていう話が始まるんですね、はい、でパッと見た時にまあ見積もりしたら100万ぐらいですよって話をしたんですよ、はい、そうするとそこからなんか様子がおかしいというか、はい、もじもじしだして、その車屋さんたちが、はい、まあ、何か言ってたんですけど、はい、がうーんで首をかしげるんですよね、はい、で、まあ、僕も当てたんですけど何の時間やろうと思いながら、はい、そうするとまあ一発目に言ってきたのは、もうちょっと安くならないですかって言ってきたんですよね。その時点で車両保険っていうのは聞いてたんですか？はい、聞いてました。ああ、言わなくていいのに言ってきたんで金額も、はい、で僕はその金額を聞こうが聞かないが、はい、どっちでもどの道その金額なんで、はい、見積もりソフトで出すんでね、はい、でまあ安くなりませんかっていうことで、はい、いやおそらくですけど金額が実際修理してみて上がることはあったとしても下がることはまずないですっていう感じ。なんでなんて言ったら今言った話、開けてみたらここも交換しなくちゃいけないよねっていうのが出てくるんで必ず、うん、だから出てくるためにその車屋さん連絡取ってこうどうしますかっていう相談はしますけど、上がることはあるとしても下がることはないですねっていう話をしたらびっくりしたんですけど、いや常識的な範囲、常識的な金額って出せないですかって言われたんですよ。ん？で、はってなって、そこから、はい、当然僕の目つきも変わりますよね、もういい加減、え、どういうことですかっていう話したら、はい、いやいや普通空気読むでしょみたいなこと言われて、はい、うん、いや空気は読む方ですけどって言うたんですよ、はい、何の話かって聞いてると、はい、いやお客さんにもいくらか返さなダメなんですよって出たんですよ、その相手から言葉として。
はい、で僕まあこれもう業界の根深い歴史みたいなとこがあるんで、で僕も知らないわけじゃないんですよ、はい、知った上で当然話してるし分かってるんですけどね、僕も10代からこの業種いてますから、はい、もう20年以上やってますと、当然向こうよりも僕の方が年は若いかもわからないですよ、同じぐらいの歴を踏んでるんで、分かった上ですっとぼけたんですけど、何の話ですかって、お客さんにもいくらか返して、で自分たちの売り上げも出さないといけないんで、もうちょっと安くなるでしょ普通みたいなと言われたんですね。普通みたいな、うん、いや普通って どういうことですかって、例えば具体的に金額で言うとどれぐらいなんですかって聞いたら、はい、5、60万ぐらいなんとかならへんみたいな金額をバッと差してきたんですよ、はい、で5、60万、うんうん、分かりましたと、じゃあ5、60万の根拠って何なんですかと、見積もりなんかあるんですかと、例えば、うん、ほら僕がフェンダー交換って入れてるけど、例えば中古のフェンダー使ってるとかで、中古のフェンダーがあるとこの金額で、うん、でエビデンスがあるんだったら出してくれって言ったらないんですよ結局、うん、いいねざっくりこれぐらいでなんとかならへんみたいな、でこいつアホかってなるじゃないですかいかに、ね、話になんないんで、ちょっとまあふざけたっていうかわざとなんですけど、なんかお客さん、そのお客さん命助けられたとかなんか恩でもあるんですかって言ったんですよ、はい、いやないよ、お疲れ様です。じゃあなんでお金返す必要あるんですかって、大事な利益、会社としての利益をなぜお客さん還元する必要があるんですか現金としてって話したら、いやそんな常識なんで。常識なもんなんですか。いや常識そんなことないと思うんですけど。ではないだろうっていう話をしてて、でまあそういうキャッシュバックをしないと仕事を取れないんだったら、そもそも仕事が取る必要ないだろうって僕は思ってるタイプなんで、はい、そんなところでお客さんに恩を売ったって、そんな恩なんてすぐ忘れますよって話だし、まあこういうことをもししてる業者さんがいてる、でしないといけない状況に陥ってるんだったら、あのできればやめた方がいいんじゃないかなと思います。不健康なんで、うん、だから僕なんかあの従業員がいてるわけですよ、会社もあって守らないといけないものがあるんで、そのたったその一瞬の恩なのか何なのか知らないけど、キャッシュバックで誰がいい思いするのって話じゃないですか。そのお客さんもその業者さんもそのバンキ屋さんもいい思いしないですよ当然。それがうまくいったとしても、そんなことしても何の先もないし何にもならない。そんなことしてもお客さんを喜ばせるんだったら、そういう小銭で喜ばせるんじゃなくて仕事で喜ばせるべきやし、その対価で喜ばせるべきやと思う。じゃないと絶対お客さん集まんないですよ。そんな10万20万で来るようなお客さんいっぱいになって、それでずっとこの先やっていけるんですかって普通に考えたら分かりますよっていう話ですよな。分かる？聞いてた？今来たとこじゃないよ。まあ何にせよ、車屋さんちょっとその多分一定ですよ。でもですよ、そんなにいないと思いますけど、信じてますけど僕は。業界的になんか常識みたいになってるところはやっぱあるもんなんですかこの話。まあそれもだから、そのそういうことをしてるし知らない人からすると、えこの話ってなるでしょうけど、はい、まあ一定数いましたね。で特に20年前とか本当に多かったし、横行してた部分はあるっちゃあるですね。まあ少なからず僕の周りはそういう人結構いたんで、でそれがなんか日常的に普通の会話になってた時代もあったといえばあったんですけど、まあもう時代は流れていって変わっていって、保険会社さんの対応とかも車屋さんの対応もお客さんのその情報を得る状況も変わってきてるんでね、だから そこが多分止まってるのかなっていうイメージはあったんですけどね。だからわざわざ結構南の方、大阪の南の方の車屋さんやったんでね、住所みたいな名刺もらった時にわざわざ南から組んだり来て北の方に上がってきて、何の話かいなと思ったら蓋開けたらそんな話やったんで、わざわざ20キロももっとあのかな、30キロくらい離れてるわけですよ。そんなとこあるわけじゃないですか、その30キロの間に板金塗装屋さんがなんぼでも。だからもう断れるわけですよ結局、どこ行ったってめんどくせえってなるじゃないですか普通に。僕でもな、もう一瞬でなったぐらいやから、いやそんなとこの仕事誰が受けてくれんのって思いますよね普通に。真面目に真っ当にやってる板金塗装屋さんからしたら、ふざけんなよと、その手汚して一生懸命やってんのになりますよね普通に。いい加減考え方を改めるなり、ちょっとその指標を変えるなりした方がいいんじゃないかなとは思います、はい。まあ、お客さんに喜ばれるんじゃなくて喜ばせろってとこですね。自分の実力で小銭じゃなくてっていうところですかね。
まあ、この話ってどんな業界でも少なからずちょっと精通する部分あるんじゃないかなとはちょっと思ってます。まあ、もしそんな異業種で、あ、こんな話あるよなんてあればぜひコメントでいただければ僕も参考にさせてもらうんでっていうところですね。はい、では行きましょう。また見てね。バイバイ。チャンネル登録もよろしくね。